で負けるわけにはいかない。このくらいで値を上げたりはしませんから。いや苦手だぜ。この縄張りは誰にも渡さんがね。立て直すぞ。麦わらの一味を消しておけ。野放しにしておきゃ作戦の邪魔になる。もうオフィサー以上命じてある。クロコダイル、ミッションオールサンデー、応急に急がないと。私たちもビビと一緒に行くわ。死になさい。プロの仕事見せてやる。俺の相手はあいつだね。あいつは俺が引き受けた。アルバーナで起こっていることは分かったけど、相手が七部会ではどうすれば。総長、あの女ニコロミンです。懸賞金7900万、わずか8歳で海軍の軍艦6隻を沈めたという。あの女はキノコダイリの仲間なんです。社長命令、始末させてもらうぞ。何言う、アツシとやろうっての。
その場所が欲しければ死を覚悟しろ。見せてやるよ、三刀流の極意をな。玉が俺を剣士だと思う。俺は殺し屋だ。頼むぞ。よよ、どうしろってんだ。さっぱり。やるぞ。反乱が止まるように何とかしないと。私は政府の人間で大嫌いなの。ここはアチシが守る。いいところに現れるじゃねえか。見苦しくあがいてみようじゃねえか。助かった。そろそろ時間だな。よっ！
ここにもう用はない。私、急いで。フルトンはどこ？神の名を持つ世界最悪兵器？知ら…確かに存在すら疑う。帝国に協力…そんな…オネグリフ…そんな約束を誰がした？いやよ、私はこの国の王女に。まだ間に合う。さて、総裁伝と言ったな。クイーさん、ノバの爆破まで時間がないの。このままじゃこの国は。リリー、諦めるのはまだ早いわよ。どこかに砲撃手がいるはず。探すのよ。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力ずくでな。さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな、こりゃ。
キロを吹き飛ばす砲弾か。それだけでかければ飛距離も落ちる。頼むぞ。となるとやっぱ広場の近く。外には見当たらない。だったらどこか建物の中から。大砲が置けて広場に近い場所。分かった。みんな、攻撃手はあそこ。間違いなくあの時計台にいるわ。時間は残りわずか。急いで砲撃手を探すのよ。ポーネグリフか、ニコロビン。世界最悪の軍事力、プルトンのあり。記されていない。ここに歴史しか記す。何？プルトンって言葉一言も出てこなかった。そうか。ポーネグリフのある場所へ。しかし最後にお前は公約を破った。あなたがそういう行動に出る。私に考えろ。全てを許そう、ニコロビン。なぜなら俺はアナクから誰一人信用しゃいねえからさ。邪魔はしてえのか。はいはい、
お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃねえ。このゴムの行儀は悪いな、アンチだな。ギリは人には死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てちまえば。死なせたくねえから。仲間だろうが。俺を誰だと思ってる。力みろ。この馬の骨とも知れねえ小僧が。誰だ。お前なんかじゃ俺には勝てねえ。俺は海賊王になる男だ。ゴムゴムの行儀は悪いな。三刀流三脚混合カノン。はっ。船に乗ってんだよ。アチシが今この船に乗ってなかったらこの船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。
さっさとトンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチの、ここで逃げるはボンクレーにあらず。麦ちゃんチーム、男の道をそれるとも、散らばもろとも、まこ、ボンちゃん、俺たち、おめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。暗い暗い嵐の中、船は海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、そして指を指します。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私たちとビビとの関わりを証拠付けたら、ビビは罪人になるわ。